大丈夫です。カプセル袋を、はい、どうしよう、喋るきっかけ最初は、あ、やべ、もうあと30秒だ。もうこれ時間来たらその始まっちゃうんですよね。始まりますよ。アンケート何て書くかがまだ決まってないね。その時はこれ下げるんですか。どうしよう。いや、これそのままですか。じゃあ、くしゃみ、私がじゃあこれ喋ったら書く。これもそのままでいい。どうにかオープニングでその話して。そうですね、うん、はい、あ、声大丈夫なんですよね。はい、大丈夫です。 PC が BGM か、はい、ではなんか決めといて、じゃあ、はい、そしたら、あら、もう夜は更けておりますね。そういえば早くなったね。そうですよ、うん、またね、うん、この場所では花火が見れますのでということで。そうね、今週もそうです。上がるのか。まだ大丈夫じゃない。まだ上がってます。さっきね、雨降ってましたけど、めっちゃ降ってたよさっき。だからね、機長さんが濡れてきてたけど、やっという間に8月終わりまして、はい、もう9月ですよ。そうだね、全然なんか、うん、もう秋に差し掛かってる感じしないですね、うん、本当に。でもこの間ちょっとだけ秋の匂いがしたよ。あ、しました？うん。どこにです？たとえどこで感じたんですか？お、朝。朝？うん。なんかちょこっとだけヒヤッとした。なんていうのかな、秋なのか冬なのかわからないけど、なんかそういう匂いってあるじゃん。そうね。うん、匂い？そうね。どんな匂い？どんな匂いって言われたら、そんな追求されたらわかんないけど。それはもう俺も知らない。アスファルトの匂いでしょ？いや分からんけど、なんかあるんだよ、なんかこうキュンとなるようなさ。そうそうそう、あるわけよ、キュンってなるようなね。そういうのがあったんだけど、あ、もう夏終わるのかなと思ってたら、うん、今日すごい暑かったじゃん。そうね、うん、暑かったね、今日ね。そうだね、だからなんかまだ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 なんだなと思って。まあ先月のテーマ、うん、夏の思い出をまあ喋り足りないということでね、うん、あの今回のねテーマまたね後で発表しますけど、うん、いろいろ悩んでおりますが、うん、あのね、最近ね、うん、ちょっと思ったのが、うん、あのちょっとね、友達と話してて、うん、ね、女性 の、うん、あのくしゃみとか、はい、笑い声こう、うん、こう見てると、うん、こう結構自然体で、うん、くしゃみとか笑ってる人と、はい、結構ね、周りの目を気にしてって多分どっかで、うん、こうしなきゃいけないって多分思ったんでしょうね。なんかこう笑うときに結構抑えめだったり、うん、くしゃみするときに結構押し殺してやる人って多分2パターン女性だといると思うんですけど、うん、皆さんどっちが好きかなと思って。あ、ひとみんは多分そのどんな、どっち派ですか、まあ、今話す。まだオープニング行ってないけど。あれ長くなりそうなんだけど。そうなの、待って、ごめん、俺さっきと打ち合わせと違うんだけど。あれ、ごめんなさい、全然よく分かってないっす。うん、あ、でもこれ結構ね、私も気になる話題ではあって。そうですよね、みんなの意見を聞いてみたいなっていうのはある。あのちょっと今日あのアンケート機能ちょっと使ってみて、うんうん、ちょっと募集してみようかなってちょっと思っておりまして、でこれでちょっと募集しようと思うんですけど、なのでどうか、はいはい、どうアンケート取った方がいいですかね。皆さんどうアンケート取った方がいいと思います。聞くんだ。聞きましょう。決まらないまま始まったっていうね。そうそう、まあまあ言ったらそうだな、じゃあそうね、くしゃみを思いっきりする女性が好きだ、はいかいいえで設定してみますか。はい、はい、しますんで、じゃあ、はい、あのオープニング始まった後にぜひ、はい、あのアンケート回答お願いします。ツイキャスご覧の方のみですね、これは。俺はい、はい、俺はい、俺はい、はい、もうこれ始まってていいんじゃないの、これ。始まろう、もうオープニングとかいらないんじゃない。始まろう。始まるよ、じゃあドタバタリップ始まるよ。ドタバタリップ。さあ始まりました。この番組は役者タレントをしているひとみんと、妄想ダンパッド高見と、かんだのまた、変態仮面です。よろしくお願いします、はい、変態仮面だけでいいの。変態仮面でいいです。スンチェさん、フルマッシュの変態仮面ですよ。もうもはや名前言わなくなっちゃったね。あ、そうだね、変態、そうだ、
うるま市の変態仮面サンチェスです。やばいだろ変態仮面ですはい、そしてサポートで、FM ギナワンスタッフのキャプテンが今日も横についております。よろしくお願いします。はい、番組では月一つのテーマを設け1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。夏も終わりに差し掛かり9月になりましたね。ということで今月9月からのメッセージテーマはフリー。最近の、近況報告から真剣な悩み相談まで何でも受け付けております。ツイキャスもできるだけコメント拾っていくので、MC3 人への質問などどんどんお待ちしています。はい、番組へのコメント感想はドタバタ797@gmail.com 全部小文字でドタバタ797@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、そして携帯の方ではリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧ください。この番組はスポンサー募集をしております。お願いします。ドタバタリップ女性の、あ、そうか、女性のだ。マイクこれ入ってないですか。いや、まあ入ってない。入るかな。あ、いけない。はい。で、女性の。これ、生まれたら減っちゃう。あ、でも、加減があるからな。行くときに、女の、はい、女の公開ですね。マイク下げて、BGM 上げて、公開って、でもね、加減があるから。下げてから、はい、あの、エンターでタンって言った後にスッて上げたら、綺麗に音が入る。スペースで押すんですか。エンターがいい。エンターがいいです。そうだ、あの、エンターだとすぐ始まるので、すぐこう下げてる状態で、エンターパンって押したらすぐこうスッて入れ替えると、綺麗に。文字数の関係で女の豪快なくしゃみになりました。じゃあもうこっちはそれでいいと思う。はい。はい、かい、どこで出るんだろう。あの、ジングル。多分、リスナーさんには出てるんじゃないかな。はい、出てますかね。で、タタンって言います。リスナーさん見えるか。あ、エンター。エンターと、エンタースペースをタタンってやっておけば、今もう出た。あ、本当だ。これ随時出るんだ。で、スペースで。こうやって割合と上げる。へぇー。なので今、上げてていいです。あ、出ましたって。なるほど、エンタースペースで。なるほど。これ画面にいっぱい出てます？うん、あの、終わったよ。誕生日終わったよ。いや、俺、第一木曜日誕生日じゃないのよ。毎月第一木曜日毎週毎週待って、ちょっとすいません、オープニングちょっとしくっちゃいましたけど、俺のせいで多分、あれだね、なんか本題にすぐ行ってもいいかもしれない。なんか、女の人のくしゃみってさ、いい気がする。これも上がってるのか。いや、10秒前です。唇が乾燥して力が出ないでやる。ああ、どうしよう、どうしよう。ひとみんくるよ、そうい。これは、ドタバタリップ。FM ギノワンから生放送でお届けしております、ドタバタリップ。今月のテーマは、フリー。なんでも、カモン。ですということで、ということでね、CM 中に、アンケート、ツイキャスのアンケート機能を使って今、ちょっと投げてみたんですけど、文字数制限の関係で、あの、女の豪快なくしゃみが好きという、あの、女性じゃなくてちょっと女のになっちゃってるんですけどね。そうそう、これ、あれですよ。ちょっと乱暴になっちゃってるけど、ちょっと打つので、うん、ちょっと自分全然喋れてなかったんですけど、うん、一応自分の意見としては、うん、やっぱり自然体な人が好きです。なんかくしゃみ、なんかこの、ね、うん、まあでもまあそれはやっぱり好き嫌いありますけど、こんなくしゃみ自然体でも好き嫌いあるんですけど、はい、なんか押し殺すよりは、うん、まあまあこう全然音までは殺さなくていいかなと。手で押さえるのはまあまだしも、はい、そうそう、だから笑い声とかも、うん、俺は自分個人的には、うん、あの某マルトニーさんみたいな
ガハガハ大好きです。あ、わかるわかる。マルトニーさんみたいなガハガハは俺はもう大好きですね、はい、あれぐらい笑ってくれると喋る方も楽しくないですか。楽しいね。だから多分そう、ね、そうそう、よく、まあ、多分よく笑ってくれる人が好きっていうところに行っちゃうんですけど、うん、なんかそれよく聞く、うん、よく笑うとなんか勝手に惚れられてることあるよね。これ皆さん惚れられてるに。そう勝手に。そう、これ万能ですよとか言って、そうそうそう。でも本当にあるらしいね。これね、自然に笑う人とやっぱり作り笑いってやっぱなんだかで分かりますよね。うん、ああそうだね。うん、笑い上手の人は本当に得しますね。うん、確かに確かに。だいぶ得してるよ。そうだろうね。多分ね、人に好かれますね。うん、そうだから結構やっぱり女性の沖縄のパーソナリティの人はやっぱよく笑う方が多いですね。うん、あーやっぱそう、俺そういう目線でちょっとやっぱり隣に置きたくなるんでしょうね、メインのね。そうだよね。サウロお兄さんやばいでしょ。悲しすぎでしょ、うん、言っちゃった。ミキトニア僕のルン嫌いってさ。嫌いってさって。そうなの。いや読んでくれないのかな。もうさっきのマルトニーもいらないやし、もそうね、ミキトニーさんね、マキトニーさんね、マキトニーさん。名前変わってるわ。そうそうそう。あ、そういえば結婚ね、めでたい ね、 ね、おめでとう。あ、そっかそっか。だからさ、あの、どんどん、なんていうのかな、すごい柔らかいくなっていってたじゃん、なんか綺麗というか。やっぱ女の人ってさ、やっぱ結婚前の女の人ってわかるね。あー、雰囲気、なるほどね。丸い？丸、うん、丸くなる。なんだろう、柔らかい。なんかそういうことなんでしょうね。すごく女性っぽいというか女っぽいというか、食べ頃なんだろう、幸せオーラが出てる。幸せオーラ、まあ、食べ頃はちょっとあの。でもなんか男でもありますよね。やっぱり彼女がいる男の人って、うん、別にやっぱりなんか焦りっていうか、うん、みんななんか余裕っていうか、うん、なんか自然体でやるじゃないですか。でも例えば彼女とか探したい友達ってみんなガツガツしてるし、目ギラギラしてるし、うん、とかってありますけど、はいはい、そこら辺も女性だったらこうやっぱり今結婚したいとか、うん、彼氏欲しいとか思ってる人よりもいて、あ、まあ要は今すごい充実してるって人の方が、そうだよ ね、 ね、余裕のオーラじゃないけど、確かにやっぱそういうの出てるんでしょうね。そうだね、そうなのかな。うるましの人は多分彼氏彼女いてもみんなギラギラしてると思うけど。そうなの、多分ね。いやー、それ疲れない。偏見。でもなんかあれはしたくない、彼女とか彼氏がいたとしてもなんかちょっと恋はしたくない。いやだからしたいっていう感情にならないですね。ならないんだ。いやだっているから、彼女に恋してるんだ、いるから別にそんな感情っていうのはあんま湧かなくないですか。でもなんかときめきは多い方が良くない、毎日楽しいんじゃない。あ、でもそれはときめきっていうか、この人可愛いなとかはときめきに入ります。入る。あ、それは入るんだったらじゃあありますよ、うんうん、常に恋してるなとかは。もう常にね、まあ人のこと好きになれるっていうところはいいね。別にね、そこから何かあるわけでもないし、ただ一人でときめいてるだけだから。別に俺はもっと恋した方がいいと思うけどな。ギラギラした方がいいと思う。なんでその言い方がなんかギラギラっていう言い方になるのかな。ギラギラした方がいいと思うよ。そういうこと。だって例えばさ、コンビニとかで可愛い子がいたとしたら、うん、やっぱその自分が恋してる人のところに買いたいじゃん、コーヒーとか。あー、まあ、別に何もないけどさ、思ったことないな。やっぱあー、ローソン行くなら あの人がいる、あっちがいいなとか。はいはい、こんにちは、レジ変わったんすね、ブブみたいな。自分だけかもしれないですけど、うん、なんかやっぱり今から出会いを探しに行くっていう、うん、まず心構えっていうか分かります。一旦ちょっとないと、うん、ちゃんとなんか日常で探すとか、例えば合コンとか飲み会とか、はい、要はこれから出会いに行くっていうのが分かってたら意識して見てるんですけど、多分あんまり日常とかでスイッチ入らないんだ、うん、人見てないんだじゃん。いやだから職場とかまた別ですよ、普通になんかコンビニとかで、うん、あ、でもまあ思うか、思うけど、思うそれとってだ思うけど、そこの前まで並んで買おうとかまではいかないですよ。あ、でもそれ、そ私も高見と一緒かもしれない。マジか。なんかやっぱり、うんうん、なんかパッと見で、あっていうのあんまないな、うん、ないんだ。なんか、うん、そうだね。皆さん、これアンケート取ろうかな。これにすればよかったね。だって俺ちゃんとあれだよ、この人のレジに並ぶためにちょっと誤差とかなんでよ修正しながら並ぶのに。へー、男の人がなんかこのレジ何休止中みたいなやつあるさ、うん、それをパッて取ろうとしたら違うところにいる。そうだろう。ちょっとお菓子コーナーに寄り道してちょっとこの具合を見てから並ぶっていうことをしてるよ。これはどうなんだろう。これはやっぱり女性、要は男性っていうのを忘れてないっていうことなのかな、うん、いい言い方ですると、要はなんか美的感、常にね、なんだろうな、うん、なんかサンチェスさん絵とか描くじゃん、うん、多分そういうあのー
そういうこと。美術的な、なんていうのかな、なんだろう、美的感覚というか、そういうのにあるんじゃない。下心じゃない、下心じゃないの、ただの、まあ、下心はほぼ占めてるんでしょうけど。下心はないけど、違うさ、100円のコーヒーが、うん、この人がこの処理をしてくれることによって100円以上の価値があるコーヒー、これはね、本当にね、考えたことない。なんでよ。じゃあここまで考えてる人いる？いるんじゃない。100点だと思います。考えてますね。あんまり、そう、うん、コーヒーの方が悩むもん。このコーヒーにしようかなの。そうだよね。レジのこの今俺がここに立ったらあの男の人のとこ行っちゃうなとか、うん、考えながら、あ、じゃあウエハースでも買おうみたいな。え、これスーパーのレジとかでも、うん、それ優先並びます？あ、余裕で。あ、なる。列じゃなくて？列じゃない。そうなの？これはね。マジかよ、うん。あ、これも聞いてみたいね。あのさ、混んでるレジでも、なんだっけこれ、混んでるレジじゃないの？そうだしょ。そうだしょ。難しいな。空いてるレジに行くか、うん、その好みの人がいるレジに行くか。100%空いてるレジに行くわ。俺はもう混みを選ぶね。あ、嘘。意味がわからん。並んでる間にその人がずっと見れるからってこと？そうだよ。え？嫌だそれは。キャプテンはね、手際のいいところ行くんですよね、きっと。すごいこと言ったけど、どうでもいい手際とかも。もう俺はそこ並ぶね、絶対。マジか、すごいな。っていうことはサンチェスさんはいつでも余裕なんだよね、きっと。余裕？下心じゃないの？下心じゃない。俺は下心でしょ。だって駆け巡ってるんだよ。言い方、綺麗な言い方はそうか。たかだか何、ケチャップとか醤油買うだけでも、うん、ときめきながら買うことができるって幸せじゃん。マジ？いいんじゃない。ウシブリムさん、好みの女性のレジでお釣りをもらうときにがっつり手を握ります。握りそう。やめときな、やめときな。握りそう。なんか変に訴えられるよ。多分、完全に握ってそう。あの、なんかさ、高見が言ってたけど、その余裕のある人はモテるっていうさ。そうそう。なんか、自分でもそれは感じるときがあって、好きな人の前に出ると余裕が出なくなるわけさ。あ、私だからうまくいかないというか、いい雰囲気にならないことが多いわけ。あ、結構ひとみんは、うん、そういう時は結構自分から行くんですか？行く時は頑張って行くけど、めっちゃぎこちなくなるわけ。行くっていうのは、うん、誘うまで行くってことですか？誘う、例えばの要は、あ、そうだね、ちょっと連れてってくださいよみたいな言葉まで発するタイプ。連れてってくださいよは言えない。なんか歩いてたら一緒に帰ろうぐらいの、まあ、軽い感じで言ってみるとか。これはでも別にそうでもない友達にも言うんでしょ。言う。じゃあ分からない。そうなんだよ、分かんないんだよ。これはダメ。でも明らかに話してる時に緊張度合いが違う。なんか悲しいね、この俺ら二人すごい今冷めたね。冷めたね。なんでよ、おかしい。ときめきを返してる人もいい。もう全然ときめかない人には触れることもできるし。ひどい。触れることできんの？なんなら隣にいても全然、なんかもう近寄ってきても全然大丈夫。それはだから勘違いしてますよ ね。 ね、そうなのよね。そうじゃない人が勘違いするよね、うん、だから思ってない人に対してもそれをするのは逆にね、ダメだなって思う。で、嫌われてるからって思ってる人が好きなんだ。じゃあ友達として好きな人、ね、友達として好きな男性、全然くっつけるけど、くっつけるって言ってても限度があるよ、限度があるよ。あ、なんかまあ全裸でくっつけるってこと？おかしいおかしい、それどういうこと？全裸でくっつけるの？普通に不意に手が触れてもなんか全然でも好きな人だと触れてしまったら、あ、ごめんってなる。なる。ごめんってなる。ごめん、この手がこんな、あの、手汗の書いた手が触れてごめんってなっちゃうんだよね。なるんだ。そうそう、なるよね。そうなの。だからうまくいかなくなるよね。だからうまくいかない。でもなんか余裕はいつでもね、持てるようになりたい、ね。なるほどね。最初のくしゃみの話は。そうだよ、くしゃみの話。くしゃみはどうなの？どうなんだろう。どうなったんだ、くしゃみは。まあ、アンケート今画面に出てるんですね。そうね。あ、一応、うん、あの、ちゃんと挨拶しましょうか。そうですね、ツイキャス先に。そうね、出る。ブルガリ三千さん、はい、ワン、待たせたな。来たぜ、俺参上、ありがとうございます。いらっしゃいませ。 ありがとうございます。ポポ、久しぶりですね。はい、はい。タイゴさん、ひとみんさん、あのビキニで出演じゃないんだ。あ、だからさ、なんでよ、今日なんで水着じゃないか。いやいやいや、普段があれ清掃じゃないですから。あ、ビキニ。ビキニ着てたよ。水着の、リトルマーメイドっていう国際通りにある水着屋さんの新作の、はい、カタログ撮影。水着の女の子いっぱいだね。いっぱいだったよ。そうね、水着ね。水着ってなんかもう、なんだろう、もう下着でしょ。そうね。なんかわかるわかる。
なんかビキニとか見てもなんかもう下着やんってなるわけ。水着って感覚があんまりないなって。マジか。何が違うの着てて。いや、いやだから防水性があるかないか。ああ。それだけ？もっとデザイン性があるんじゃないですか。違う、なんか気持ち的にさ、下着はデザイン性があんまね、あるかあるけどね。もっと機能性を重視してるんじゃないですか、ビキニ、あえてブラの方は。そうだね。よく使うから、うん、つけ心地とか、そう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 、そういう方に、ワイヤーとか、どっちがいいの？ブラジャーと普通の水着のビキニって、どっちがいいの？ブラジャー。ブラジャーの方がいいの？方がいいじゃん。だビキニだって別につけ、完全に、うん、要は見て見た目って言うでしょこれ。だって見た目がね。見た目なんだ。多分ね、こうギリギリなものとか。なんでギリギリなの？例えばそのブラジャーとパンツだけで海に行っても多分俺は分からないと思う。いや分かるでしょ、さすがに。おかしいよ。あれは下着だなとはならないと思う。いや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 。ワコールとか言ったらびっくりするでしょ。ワコールで言ったら。ワコールで言ったら。でも別にいいんじゃない？それでも。最悪ブラジャーとパンツで泳いでも。でもあれでしょ。多分下着っぽいもしビキニがあったら選ばないでしょ。選ばない。下着に見られるから。たまにあるよね。下着っぽいやつ。で気持ち的にはどうなの？それ海に行った時に水着着て泳ぐじゃん、ビキニ。なんかもう下着と同じサイズ。そうだね、最初の時はそんなだった。太陽とかそのシチュエーションがおかしくしてんの？どうなんだろう。海だ、これ水着恥ずかしさなんてないわみたいな。まあみんなビキニだったら、うん、うんね、そうなんじゃない。ティーバッグで泳いでる人いないもんね。いるか。いるよ、中にいるね。いるな、うん、最近はいるよ。いるか。ティーバッグってかなんかあれね、あのすごいブラジリアンなんとかっていうやつ、うん、はいはい、そっか、いる。男のティーバッグはどんな？え、男のティーバッグいるさ。あ、スタイル良ければいいの？どうなんだろうな。俺はなんかつけ心地が悪そう。まずつけたことないけど。てかティーバッグってあれ何も、何だろう、何の意味があるの？いや俺に聞く。入ってる意味ある？あ、高み入ってるでしょ。入ってない。いや、つけ心地がなんか悪そう。意味は多分、あれは何ですか？あれは、うん、やっぱ見られないってこと？なんなの？ティーバッグって。なんか、あ、そっかそっか。日焼けするため用のやつみたいな。あとはピタッとした服着るときにシルエットが、あ、言いますね。うん、女性はね、綺麗に見えるとか、ね。男はよくわかんないの。なんか普通のその下着でティーバッグ履いてる人とか俺考えられないわけ。例えばその代用した後。なんか嫌くない？もうもうやめろやめろ。気持ち的に嫌じゃない？おいこら。やばい、みんな置いてってるな。コメントしてみんな。おいこら。やばいやばいやばい。ごめんねごめんね。長さん。くしゃみの話は？くしゃみの話はどうなった？アンケートどうなってんだろうね今。アンケート。多分増えてないんでしょ。初めてアンケート機能を使ったんで。そうね。ちょっとどういう風に。でもこれアンケート変えれるっぽいからどんどん変えてみ、変えようか。要はずっと設定しなくてもここまた変えて設定し直したら別の要はアンケート。じゃあ現段階の今結果が出てると思うんだけど。ああ、これだ。75%じゃないの？そうね、アンケート結果、まずお題も改めて言いますね、はい。女性の豪快なくしゃみが好き、はいが 75%、 いいえが 25%、 計4件、4件ですね。これは読まない、これは読まないで、これは読まないでよ。これは読まない方がいい。4人こんな悲しいことある？ いいじゃん。でも4分の3は、あ、まあ言ったらそう ね、 そうね、90% は、あ、そっか、 90% じゃ 75% か。めちゃくちゃ悪い。まあな、でもやっぱり水着とかになると、はい、やっぱりみんなやっぱ体型を気になりますよね、女性はね。急に水着の話な、今くしゃみの話じゃない。くしゃみじゃないわ。あ、そうです。くしゃみの話じゃない。酔っ払ってるな、もう。くしゃみもう、くしゃみもういいよね。もういいの？もういいっていうか、なんかもうなんかどんどんアンケートの内容変わってるから、こっち喋ってるね。とりあえずアンケート機能を使ってみたかった、ね、っていうことだよね、きっと。ただ使いたかったんだよ。じゃあ一旦解除しましょうね。解除する。早いな。じゃあ残しとく？いいよ、もう。ね、いいよ、うん、もう多分もう誰も来ないから、増えないから。じゃあ改めてなんか、じゃあ答えやすいやつにしよう。またね、うん、はい。黙っちゃったよ。黙っちゃったよ。黙らんでよ。そうね。いやだ、あ、そっか、メール読みますか。メールいいよ、読んじゃっても。読もう読もう。なんかそういえばメールありましたね。うん。ついでみたいな感じに言わないでさ。あ、国長さんが水着の話しようって。あ、嘘。あ、好きなんだ。結構好きなんですね、水着の話。いやー、俺沖縄だからですけど、うん、なんかこう、なんかそんなに、うん、ビキニで泳いだからってなんか別にいいことないですよね。いいことはあるじゃん。男はね。男はね。男は別に普通にね、うん、T シャツつけて泳ぎたくないですか。これは T シャツだね。うん、あ、いや、暑い、やっぱ焼けるっていうか、なんかね。焼けた後ひどいさ。うん、もうめっちゃ痛いさ。うん、
あんななりたくないから俺はもう長袖長ズボンみたいな感じで俺は泳ぐわ。あなんか陸上用のなんかインナーみたいな、そうそうそう、スパッツみたいななんかね、うん、そうなんだ、つけた方が動くね、泳げるしね、結局取るけどね、取るんじゃん。でも俺はやっぱりビキニの上から T シャツも結構つけね、海入るときにつけていい感じですよ。それはない、今隠してる感じが、いたっけ、いるっけ、まあ、嫌いではないけど、できれば見たい、全部どうなんだろう、今はいるのかな、なんか高校まではそんなにみんなつけてなかったけど、なんか大学と卒業して大学とかのペンションとかの海だったらなんか思い、なんかビキニになる人いたの、普通に。あなんかちょっと自信がある人なんじゃないの、自信っていうかやっぱりちょっとどうなんだ、大学サービスしてんじゃないの、そう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 、そっか、あーインスタ前で、ありがたいよね、本当に助かるよね。でも水着になりたい子もいるだろうから、人見はなりたい派なの、いや、私ね、慣れなかった、高校の時、ビーチパーティーとかあったけど、まあ行ったら、ね、やっぱり出したいじゃん、みんな、うん、あ、そうね、うん、なんか、あと、誰かコインを、あ、コイン、コインをください、もう少しで、コイン、ぜひよろしくお願いします。スクール水着で海に行く度胸ある、スクール水着、そう、無理、無理、無理でしょ、でも俺は嫌いじゃないんだけどな、スクール水着、そうなの、うん、今なんか違うですよね、俺競泳水着好きですね、競泳、競泳水着で良くないですか、スクールじゃなくて競泳、競泳何が違う、あのあれ競泳の水着、もっとなんかもっとあのただのあのスクール水着はもう黒だけじゃないですか、黒っていうか要は紺みたいな、うん、ただ一辺倒じゃないですか、競泳って今ほらもっと引き締まって見えるっていうか、柄も、あ、そうなんだ、柄とかもいろいろあるじゃないですか、あそういうちょっと引き締まって、うん、こう本当にアスリート用の水着の方が俺は好きですね。どんな人履くの、スクール水着って、もう大変じゃないですか、多分ね、女性用のあれってあのスピードシャッターがとっても大変そうでしたよ、うん、なんかよく聞きますけど、なんで持ってんすか、いやそれは 0.1 秒とかの差をやりますから、みんな今なんか話散ってるよ、だいぶチリチリチリだけど、ね、なんか散ってるよ全然違う話してるよ、みんな食いついたから、食いついたから食いつきがすごい、大丈夫、リスナーさん多分気づいてたよね、みんな違う話してみる、全然違う話してみる、いいんじゃない、なんかスクール水着の話と水泳これいいんじゃない、一人一人違う話して、そのリスナーさんも好きな方の話聞くっていう、嫌だよ、一の時代だよ、何の話するじゃん、高見は俺はもうそれから派生して、うん、学校の時の睡眠時間、うん、男子と女子別々だったじゃないですか、うん、はい、男って見ますよね、チラって見ようと思いませんでしたっていう話、女子のところじゃなくてやっぱり男女別だったじゃないですか、睡眠時間って、うんうん、から男子は男子だけで女性は女性だけで、あー高校の時、あ、いやだっただった、でも、うん、見ようと思えば見れたけど、うん、あそれを考えてやればよかったなってよくよく今あの時は何も考えなかったけど、うん、なんで見ようって一回考えなかったかなっていう、見なかったの、いや多分見ようと思えば見えたんですけど、うん、そこまで考えてなかったですね、双眼鏡持ってってたよ、やばっ、だって見ないとそうよね、そうだよ、いやそう、そう考えた、 今冷静に持ったら、うん、見れたなって、これが青春だよ、だなんか見るためには隠れてこそこそしか見れないと思ったんですけど、うん、結構堂々と見れる場所にプールあったんですよ、うん、普通にちょっと 2,3 回ぐらいから上から覗けるぐらい、はいはい、そこで見れば普通に良かったのに、じゃあアンケート覗くか覗かないかってことごめん、今日女子の水着を今日、ね、見たか見てなかったか、ツイキャスのコメントも拾うって言ってるの何もだからよなんかいろいろ今日散ってる、散ってるね今日で、なんだっけ話なんだっけ、水着でしょ水着の話になったんだっけそうですね、どうします、じゃあコメント拾っていきましょうか、はい、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、せっかくコメント書いてくれてる方がいたので、うん、どんどん拾っていきたいけど、ちょっと待ってですよ、今ここか、やばいな、ここか、あ、はい、シュプリームさんから、うん、くしゃみのことですね、そうね、はい、女性の豪快なくしゃみと、なにこれ、手鼻は手鼻、なにこれ、手で鼻なんかズルズルって、手鼻は心を許した証拠だから燃えますね、うん、燃えるんだ、ね、これ分かれると思う、俺おならだな、おならど、おならだけはちょっと難しいなと思う、おならはあのブーってやった後、うん、おならしちゃったって言えば俺は問題ないと思う、
マジ問題はだから匂った時よね。そう、これ匂った時が匂ってない。そう、どうしよう。匂いの有無結構大事じゃない。どんなに可愛くしても臭かったらちょっとやばいよね。どうしようもないわそれは。でもまあなんかリアクションによるかな。俺でさえも、もし一緒にいて匂いました、俺やってない、あ、やったなってなって、でもあっちは一言も何も言わない、うん、ってなったらさすがの俺でも言わないっすね。言わないっていうか、あ、言えないよね。恥ずかしくて言えないんだなって思うじゃないですか、うんうん、だから分かるから、もうだからなかったことには一応する。あ、そうなんだ。けど、うん、自分がもし、うん、でも、もし自分がして、あっちには言ってほしい、したっては言ってほしい、うんうん、ただ女性にはしたって言って、うん、うん、したってうわぁ難しい。ヒートアップしてるな。そうそう、ごめん。そういう感じ。そうだね、そうね。あ、なんだ、そっか、したって言ってほしくないんだ。俺はしたって言ってほしいっていうか、言ったら言いやすいじゃないですか、うん、あ、ごめん、知ってしまった、うん、分かったって俺は言えるけど、はい、俺が同じように女性に対応、要は、あ、したもしかしてって言ったら嫌でしょ。冗談っぽく、いや、私は別に、逆に言ってほしい、私は、逆に、うん、なんか、ね、あの、気を使って言わないようにしてる方が逆に気まずいから、ね、あの、冗談でいじってくれた方が、うん、あの、程よくでも、あんまりいじりすぎてもうわじわじするけど、ああスプレーまでシュッてやるまでは言ったら、ちょっと今やったでしょ、でシュみたいな、今やったでしょぐらいさ、はいはい、言ってくれたらなんかその場で終われるじゃん。自分でやったらどうすんの、ひとみ。自分でやったら、自分でブーって出ちゃったら どう対応するの。身が身じゃない。身がそれはもうアウトだわ。一回ちょっとブレイクタイムいきましょうか。身が出たということで、はい、曲紹介します。はい、今日の曲は何がいいかな。トークビーツの TDM フューチャーリング岡田だ、はい、しようかな、はい、これはサンチューさんセレクトですか。そうですね。あ、これにします。ちょっと音量大きいみたいな。せっかくアンケートした意味がなくなっちゃう。ああ、うん、これだな。最初曲行く前にサーロー兄さん、ひとみんのくしゃみは僕が受け止めます。そうです。あ、曲行く前に、はい、私は結構出しますよ。でカタカタって準備しといて、女の人が豪快なくしゃみは嫌です。びっくりして心臓止まります。はい、止まるかな。どんな豪快なくしゃみなの、太鼓さん。で、あの、準備しといたら、はい、このスイッチを上げて、頭出します。豪快なくしゃみ、大きい人でも。ボリュームをもう上げといて、はい、で、そのままスペースで。武田久美子、古いな。いつのあれよ。武田久美子。マイク下げる。そうです。その時にマイク下げて。あ、マイク下げて。こっちのボタン押したんですか。はい、俺ね、ちょっと、すくみずそこまでなんだよな。はい、本当に言うほど。BGM はツイキャスとかに入れてますけど、はい、音楽は結構。鏡はもっとひねったやつが好きなんだよね。ツイキャスを上げると。うん、やっぱ共演のがいいな。何回もやる。サロー兄さん、高校の頃友人たちとプライベートビーチ的なとこに行ったら知らないおじさんがスポンポンでクロールしてた。最高だ。なんで？これが沖縄だよ。ザ沖縄だよ。いたいたいた、そういう人。いたでしょ、そういう人。泳いではいないけど。なんか砂、海まで砂浜を横切っていく人がいた、ツッポンポン。プルプルンだよ。やばいでしょ。いたずらされたんだろうね。やばいでしょ、それも。どこなんだろう、こっち。すごい楽しそうだ。多分、うるま市だはずよ。え？この場所、サロニーさんが行ってる場所。なんで？だこういう人が多いんだよ、うるま市は。そうなの？スプリームさんが、高宮、名札がついたすく水が好きそうって。ってなってるけどね。あんまり。そこまで。本当か。あ、じゃあ名札がついた競泳だったらいいんだ。名札がついた競泳って何、運動会みたいなもうイメージを、うん、日本代表とかね。いる。あ、でもなんか、どうだろうね。競泳水着痛いんですよね。そうなんですか。すごい締め付け強くて、そう、もうじゃあ完全にガチガチだったんだ。痛そう。男は痛いです。痛いんですか。そうね。国長さんどうしたんですか。どうした、なんかコメントが股間から陰毛はみ出したりしないんですか。どうしたの。何の質問。それはそれしかなかったらはみ出すでしょ。なんかあれ、こんなこれはでもこれこそ言っていいのかな。もし男が女性のはみ出してるの見たら言っていいの。言った方がいいんだよね、絶対ね。言った方が絶対いいじゃん。これは難しいよね。絶対言った方がいいよね。だ、別の女の人に言ってって言った方がいいんだな、多分ね。
第三者を返した方がいいね。それから LINE で送る。LINE で。言ったら言った方がいいね。LINE で。何 LINE って。LINE の方が見やすくない？スポーツ界結構あるんですよ。あの、験担ぎで脇とかも処理してない子とかもいるので。へぇー。だから、結構指摘難しいです。0. 何パーぐらいなんか水圧の抵抗が変わりそうだね。脇毛とかだけでも。変わるでしょ。でも逆に、こう要はパイパンにしてる人も多いのかな。多分多いと思うよ。ね、逆に男性。その方が早いですもんね。うん、処理もめんどくさいから。男性で全部そうしてるんです、うん。脱毛してる人多そうね。女性は逆。そうだった。もっと。多分 CM？ マイク上げて。あ、CM じゃないですよ。うん。あ、DCM2 番。曲紹介お願いしていい？これか。はい。これもう入ってます声。入ってます。はい。すいませんね。はい。完全にトークに夢中でしたね。いい。お届けしたのは？なんだっけ？トークビーツの曲ですね。DJ フィジャリング岡田でした。はい。ありがとうございます。CM 中になんかね、いろいろとくしゃみについても水着についてもちょっと盛り上がってましたけど。そうね。これね、夏の思い出の延長戦よね、もはや今日。本当だね。てか男と女も引きずってるよね。そうね。基本なんか男と女テーマにしてるようなもんだけど、うん、この番組。はい、コメントちょっと拾っていきまーす、はい。サロニさん、高校の頃友人たちとプライベートビーチ的なとこに行ったら、知らないおじさんがすっぽんぽんでクロールしてた。ねえ、わかるわ。いたね、そんな人ね。でもなんかどこにでもいるのかな。私も見たことあるよ。変な人いますよね、やっぱり。多分だ、まあ、一人だからできるんだろうな。一人。あ、まあね、開放的になっちゃうんだよね。これわか、ポチさんがくしゃみしたら自分でクスケって言っちゃう。あのクスケって言うね、沖縄。あ、そうだね。俺も、あのやっぱ年配の人がよく言いますね。クスケって、うんうん、自分の一人歩むクスケっていう人。なんだっけ、クスケって。魂よ、要は、うん、くしゃみの時になんか出る、うん、からもう戻そう、戻して、それを戻してくれてるって。あ、だからありがとうって言った。クソくらいってこと？はい、クソくらい、うん、あ、そうなの？真面目が寄ってくるから、あ、真面目が寄って、あの、くしゃみをすると真面目が寄ってくるから、そうそう、その時にたま自分の弱は取られないように、それをあの他の人が助けてくれるってことか。クソくらいって言って、はぁ、それがクスケになったって。へぇ、今知った。え、クスタケ、もともとは、うん、あ、それが短縮してクスケになった。へぇ、何でも知ってるな、キャプテンね。詳しい。これ外人に直訳で言ったらなんか殺されそうだね。ダメだ、クソくらいをそのまま言っちゃった。これはもし英語で言うと俺は言えないな。あ、言えないか。そりゃそうよ。Bless you。 なるほど。うん、早子さん、彼氏ならまだいいけど友達だったらきついよね。あれ、おならの話かな。おなら、おならか、プーの話かな。いやでもくしゃみかな。あ、おならじゃん、多分。おならか。もういろいろ話しすぎてわからんから。そうそうそう、もはや全然1ミリもまとまってないね。まとまってないよ。できれば言ってほしいな、自分でやったら、おなら。あー、プーしちゃったって。あー、全然OKなんだ。バフってなったら、あ、おならしちゃった、あ、臭いね、今から吸うねして言ってほしい。嘘でしょ。そしたらなんかちょっと笑けてくるさ。うさぁ、サンチェスさんみたいな女の人がいたでしょ、それ。あんたみたいな女、俺みたいな女やばいだろ。完全ビッチでしょ、もう。だから音も鳴って、なおかつ自分から言ってくれたらこんなに安くいいことはないけど、うん、音もせず、ただ匂いだけ漂うってことは言わないってことは、本当は隠したかったってことでしょ。隠したかった、隠す前提だったってことでしょ、うん、でも匂ったからもうバレてしまったけど今更言い出せないっていう、なんかあるじゃないですか、裏テーマが、うんうん、このおならにはってなった時に、俺は言っていいかどうかが難しいっていうのを俺は思った。裏テーマがあるんだ。裏テーマはだって言ってくれたら、うん、だけど言わない、うん、でも匂いはする、うん、だから匂わなかったら完全犯罪をしようとしたわけですよ、はいはい、要はしようとしたことが、ね、要は完全犯罪にならなかった、匂いがしてしまったってなった時の、うん、気づいてしまったのか、この名探偵、いや刑事が、はいはい、いや時効まで待とうっていう匂いがなくなるまで。あー、これは、はいはい、いや、まあそうね、だから言ってくれたら、うん、尻尾を出してくれたら捕まえるけど、この犯人は、いや密室ですよと、うん、この、私は犯人じゃないって言ってるから、うん、い
やそれはちょっと潔が悪いな。いやだから潔が悪い感じになっちゃった時にどう対応するかっていう。あ、はいはい、この時はだから難しいなって。もう俺くっさって言うね。くっさここって誰かやっただろうって。俺も絶対あぶり出すね。私かわいいって別れよ。はい、もう無理。なんでよ。それ私それの許せない派だったけどやっちゃったの今日。でも言ってほしくなかった。別れよサンチュンさん。全部吸ってあげる俺が。全部吸ってあげるよ。結婚しよう。いやいや、なんでよ。おならも君の一部だよって。そりゃそうよ。でしょ。いやそりゃそうよ。でも嫌だねなんかね。でなんでおならの話になってんだよ。だからよ。俺が言ったのか。はい、シュプリームさん。嫁が左腕に噛みつきました。うん、そしてよだれが臭いです。よだれ乾燥したら臭いよね。何プレだわ。それも愛してるんでしょ、きっと。よだれ含め愛してますからね。簡単で。簡単でどうした。めっちゃ噛んでたけど。噛んでないし。はい、ポチさん。海で写真撮ってたら、全部の写真に上半身すっぽんぽんのおっちゃんが写ってたことある。それ例じゃないの。何それ。いや上半身すっぽんぽん普通のおっちゃんじゃない。ただ水着着た。そうでもないの。さっきのサオロお兄さんのビーチじゃないの。あ, あそこに行ってんじゃないの。プライベート1どこにでもいるね。本当にすっぽんぽんのおっちゃんが写ってたことある。まあこれが沖縄ですからね。そうね、どこにでもいますよ沖縄は。多分うるましだな。サオロお兄さん関係ないな。なんかサオロお兄さんが言ってるけど。なになに。ちょっと近くのディスカウントストアにいます、うん、さて僕は何を買うでしょうか。答えはエンディングにって。アンケート取らないよ。それ。アンケート書くじゃん。三品茶。何買うんだろう。ディスカウントストア。ディスカウントストアって何。下着かな。下着。なんかな。いやいやこれで時間取る。これで今時間取る。本気で考えるって。みんなのメール読もうもん。せめてじゃあ。はい、読んでくださーい。じゃあ、先月のメールも読めてないので、今日フリーなので今月は、はい、それも含めて読んでいきましょうね。あ、そうね、それも読むって約束しましたね。はい、では行きましょうか。はい、お願いします。8月30日に送られてきております。うん、ひとみんサンチェスさん、高見、こんばんは。こんばんは。リップネーム、素振りをする素振りです。言いづらいな。わかりづらいな。全部ひらがなしないでね。はい。今日メールを確認したら、先週は誤って踏み木の1のメール、あ、のアドレスにメールを送ってしまいました。すいません。あ、そうなんだ。さて、今日は8月、まあ、夏の思い出も出尽くしたと思いましたが、うん、日曜日に日本テレビの、ステージで行われた一大イベント、汐留ロコドル甲子園。何ロコドル甲子園って、うんうん、ローカルアイドルの。あ、そういうことか。そうそうそう。あ、そういうことね。というのも、F 麦の1でもパーソナリティをしている OBP が予選決、うん、準決勝勝ち上がり、あ、沖縄美少女プロジェクト、へえ、決勝ステージに立つということで応援に行ってきました。あ、嬉しいですね。すごいじゃん。審査は審査員ポイントに加え、拍手のデシベル数まで対象となり、デシベルまで、やばいな。内地のグループはお揃いの T シャツを着た大応援団が来ていて、 OBP は不利かと思いましたが、完璧なステージパフォーマンスと、ね、たくさんの拍手をいただき、見事に優勝。へー、すごい。アウェイの中でも1週間前ですけど、すいません。そうなんだよ、結構ツイッターが盛り上がってましたね。市長さん行ったんすか。ね、そう、もちろんでしょう。市長さん、あ、行けてないんだ。知ったと応援を聞こえないよ、ラジオだから。応援したそうです、市長さんも。関係あまりで勉強してしまいました。夏の最後に素敵な、瞬間に立ち会うことができ、いい思い出となりました。そうですよね。いいね。と、何のうちもないメールとなってしまいましたので、高見にお願いです。高速増殖炉と早口で言ってください。高速増殖炉いつもで言う。全然言えてないでしょ。そして言い終わったら、バイセツと言ってください。終わりました。終わりました。ただ何にもないでしょ。何の得がある。高速増殖炉。むずいな。高速増殖炉。は言いやすくはないでしょ。言いやすくはないでしょ。本当だね。じゃあキムチのキムチはキムチになってみないと、キムチの気持ちはわからない。あんまり伝わらない。全然わからない。キムチの数数で全然入ってこない。まあ最近ツイッターに書いた。一番難しいのは、俺は思うのは、東京特許許可局が一番言いにくくないですか。東京特許許可局。ほら言えたさ。早口になったら言いにくい。言えたよ俺今。あとキャリーパミュピャミね。キャリーパミュピャミ。キャリーペンペン東京キョ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 全然いいじゃないよ。言えてると思うよ。ドラえもんみたいに言ったら言いやすいですよ。
東京都教許可局。本当だ。はい、リップネームビンコさんから。ありがとうございます。ポポ僕の夏の思い出にはひと夏の恋というものがありません。ひと夏の恋ないの。今年もこの夏にやり残したことの一つになるでしょう。やり残したこと、ひと夏の思い、ひと夏の恋ね。さて今週から9月になりますが、セプテンバーの曲の心理がわからないまま後編期を迎えるでしょう。改変期を迎えるでしょう。来月のテーマは何になるんですかね。フリーなんですよね。フリーでございます、すいません。あ、そっかそっか、これせんあれか、うん、フリーです。フリーです。何でも送ってください。はい、もうぜひぜひ。いや、もう毎日フリーみたいなもんよ、あなたのメール。そんなね、完全フリーだからね。全然テーマに沿ってないっていう。まあ、ひと夏の恋あるといいですね。やり残したことありますからね。なんて噛んだね。噛んでないし。サンチャスさんどうしたの今日。今噛んだね今。サンチャスさんって言ったね。うるせえな。サンチャスさんってね。今日何こういうコーナー。スプリームさん今胸毛抜かれてるらしいよ。嫁に。あ、そうなんだ。多分噛みつかれながら。大変だね。何の報告してる。冷静に持ってる。はい、タイゴさんから、サウロ兄さんに買うものかな。そうね、うん、スポンポンのおっさんじゃない。サウロ兄さんスポンポンで入りそうよね。おっさん売ってんの。あったら欲しいな俺。欲しいけど。いらんよ。欲しいでしょおっさん。欲しくない。いらないわ。スポンポンのおっさん欲しくない。奇世界人形みたいに言ってるけどさ。だって5人ぐらい買ったら、うん、とかファミマとかで働かしとけば、うん、でパーセンテージもらえるさ。本当にいいや。いいんじゃない。6人ぐらいおっさん買ったら、それぞれ働かして、飼育するのが絶対大変じゃないって。そう、だってワンカップとスルメさえあれば大丈夫なんでしょ。何にも食わんな。ずっとワンカップ。水を与えないよ。ワンカップとスルメか、まあ、セットみたいなもんだけど。そっち系のおっちゃんでしょ。そして、お前。お前。メールは？メールいます？はい、お願いします。はい、ということで、今日来たメールですね。フィタミンさん、サンチェスさん、タカミンさん、こんばんは。こんばんは。今夜も嫁の先に眠れないリップネーム、なんてこったパンナコッタです。ありがとうございます。ポポー。あれひとみん、今夜水着じゃないのと、みんな言ってるね。なんで、清掃じゃないからって。あ、でもあの、リトルマーメイドの水着めっちゃ可愛いんで。あー、見たいもん。ぜひ、あの、店員さんが似合うやつ選んでくれるんですよ。うん、すごかったですよ。男性用もあるの？男性用もあったあった。あるんだ。あるんじゃない。うん、カイパン、ね、可愛いのいっぱいあったよ。サンダルも売ってたし。それも買う人多そうね。忘れたって言ってね、うん、沖縄。そうそうそう、国際通りにあるんでぜひ行ってみてください。大体みんな体育着じゃん。いるか。あ、違うの。見たことないですもんね。嘘、高校の時の体育着。高校の時の体育着で着てったな。私ビーチパーティーね、あるよね。やってるマジかよ。そうだよ。そうなの。しかも高校のビーチパーティーで中学のビ、やばい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 、この人やばいやばいだろ。さて、9月の月間テーマは早くもフリーということで、これ本当によく分かったね。追い詰められました、これ。追い詰められました。当然ですが、今旬の人、日本体操協会の、塚原千恵子女子教科本部長とポケモンのキャラカビゴンがトゥーメロンズ。何あのね、言わないで。言わないで。そ、まあまあひどいけど。ワイフ、ひとみ似てると思ったら高見にデコピンしてねってことで。そん、いやまあ似てるね。チラパンだな。てか、嫁の撮影に震えて眠れない僕は深夜3時過ぎにメールを打っていますが、うん、あ、そうなんですね。あの、北海道で、震度6の地震。そっかそっか、そうだよ。だからよね、大丈夫。ほんとね、ちょっと今、いろいろね、続いてますよね。そうそうそう、病院とかもね、ちょっと停電して、うん、こう復旧作業があったりとか、うん、亡くなってる方もね、ねちょっといますから。ガソリンスタンドも本当になかなか、ね、もう車で生活しての続くと思うんですけど、いやーどうにか早く復旧して。そうね、そしてね、台風でね、また東京とか関西のね影響もありましたのでね。先日の台風21号では関空や、神戸のデートスポットのハーバーランドは水没するし、どう、関空水没してましたね。ね、やばかったね。これね、東京京都では JR 京都駅ビルの屋根を落ちるし、こんな時こそ明るくおっぱいに。おっぱいの話していいの？どうしたの？待って。最後にこの言葉を送ります。おっぱいは地球を救う。そうだよ、分かってる。では、では今夜も楽しく視聴者。あ、ごめん、シュプリムさん、救うほどのおっぱい持ってない。違うのよ、救うほどのおっぱいとかじゃないんだよ。そういう好きなおっぱいの人を救ってますから。そうそうそう、ごめんなさい、これはフォローになったのかな。ちょっと今いいこと言ったよ。いや本当に、うん、結果的にちっちゃいっていうことで、ね、いや、いるんだから、一定層のファンはいますから、うん、どの層にも。今エコーかければよかったな。そう、どういうこと。今いいセリフ言ったから。
何カップなの、ひとみんって。何カップなの。言わないし。一応 C カップあるし。 C カップ C あるので十分じゃない。全然いいんじゃないですか。肉まん1個半ぐらい。っていうか何が理想なの。女性って結局何カップがいいの。一番 C から D。 自分かいじゃん。じゃあ理想やし。でも見た目が B って言われた。 B よりの C ってことでしょ。B なんだ。まあまあまあ、いいじゃん。まあまあ、どうせ入れてんでしょ、なんか。いやいやいや、ふわふわのやつ。そんなことないです。そうね、うん、何がそうね。なんかめっちゃへこんだ。へこまんで、大丈夫なんだよ。自信持って。いやいや、全然構わないよ。キャプテンはマイク入ってないけど、なんかフォロー入れてくれてるね、今。ありがとう。ありがとう。まあまあまあ、いやいや、私のおっぱいでも世界を救えるなら本望です。あ、ってことは、はい、そういうこと。そういうことだ。どういうこと。お披露目ね。違うから。お披露目ね。お披露目やばいでしょ。披露。はい、ということで、はい、瞳のおっぱいは地球を救うということです。はい、そろそろエンディングに行きますか、はい、CM の後はエンディングです。本番中に、うん、エンターで行った方がいいですか。はい、あ、一回やらない。カーソル合わせて、カーソル合わせて、そうです。で、シュプリームさん、この空気焦ってる。はい、次スペースから。ちょっと変な雰囲気になりよった。あ、これ、また、あの、違う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 。ワンクリックして、カーソル合わせて。変な空気になってるように見えた。そのまま、ジングル終わったら、なるほどね、エンターで行った。ショーみたいなのとかやった方がいい。そうね、うん、その方がなんか MVS みたいなの作るってことね。モストバリアブルドタパタ作ります。 一番ドタパタさせてくれた人。ああ、いいね。そっか、じゃあまあまあ来週から。来週から作ろうか。来週から。まあいたしいないけどね。そうね。来週俺一人でしょ。そうだよ。来週。で、再来週も、うん、もしかしたら、かもしれないです。俺も。あ、ほんと？はい。あら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、2週連続でサンチェスさん。そうだね。誰か呼ぶ？大丈夫？うん、どうしようかな。私もサンチェスさん、サウロ兄さんに座席するのも座ってみます。エビーチーズかーい。なんて？美味しいよね。エリンギ？違うわ。今日耳どうしたの。何何。今日なんか耳おかしい。いや、サウロの兄さんの答えね。ベビーチーズ。美味しいよね。なんか意外だな。もっと違うの買ってそうだけど。それだけ。ベビーチーズだけ。ベビーチーズ。つまみなのかな。それかなんか乳首塗ったりして遊ぶんじゃない。なんで。なんだろう。だってベビーチーズだよ。なん。急に黙る。ドック。ゴー。ポチさん乗ってるし、ポチさんが乗ってる。ドタバタリップ。さあ、エンディングでーす。今週もたくさんのメール、コメントありがとうございました。前半ちょっとね、あの試しにアンケート機能を使ってみたんですけど、ちょっと初めてっていうことで不慣れなことが多かったんで、また次回なんか改めて、ね、ちょっとなんかねやってみたいなと思います。コメント、アンケート回答くださった方ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして今月フリーですので、来週も引き続きテーマフリーでお待ちしております。メールアドレスはドタバタ797@gmail.com、 全部小文字でドタバタ797@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてそして大事なお知らせです。この番組ではスポンサーを募集しております。本当に本当にぜひよろしくお願いします。本当お願いします。
ね、もっとすごい話したいな、なんかなんだろう、ジェントルの話がしたいな。そう ね、 スポンサーさんついたらスポンサーさんに合わせてなんか健康食品の会社でもあるからね。いいね、なんかね、一食もやろうか。ちゃんとやろう。来週俺一人なんでしょ。そうです、そうです、そこも大事だった。ね、来週と、もしかしたら再来週もダブルで俺一人、はい、そうですね、オンリーの放送になります。はい、お祭りがありまして、はい、21日に、うん、それの準備があるかもしれないですね、再来週は。高見が、うん、あと私もちょっと舞台がですね、9月21から23日にもういよいよ本番なので、ちょっと来週から、再来週までお休みさせていただきます。はい、はい、ちょっと稽古に専念したいと思います。でチケットも絶賛販売しておりますので、はい、本当にお早めによろしくお願いします。機長さん、あのお買い上げいただきましてありがとうございます。機長さん、はい、詳細について私の Facebook なり Twitter なりで上げてますので、ぜひご覧ください。またね、来週ちょっとスタンチェスさんとまたキャプテンに手伝ってもらってってなりますけど、来週こそはもう真面目なトークということでよろしいですか。おっぱいなんていうワード一個も出ないってことですよね。一個や二個は出るでしょうね。出るの？出るでしょう、ね、くどいってくどいって、ジェントルメン絶対出るって。いや、くどくないって、おっぱい地球すくんでしょ。おっぱい、ね、地球すくことがくどいって、あ、やめよう。地球すって話が長くなる。地球みたいな話が長くなるわ。なりそうで、さっきのね、サウロニーさんの回答出ましたね、うん、ディスカウントストアで買ったもの、答えベビーチーズでした。当たらないね。当たらないけど絶対おっぱい塗って遊んでるな。なんでディスカウントって意味がわからへん。あと追加でかまぼこも買ったそうです。どっちもつまみなの。そしてポチさん、ベビーチーズ好きだそうです。なんだこれ。何の報告だ。以上報告でした。ということで締めますか、うん、はい、はい、今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お届けしたのはひとみんと高見とサンチェスとサポートでキャプテンでした。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。早めですが、チュー。どうしてもヘッドホンは割れちゃうんですね。耳のところは、ですね、クッションのところは。これはもう消耗品なので。